お前はまさか、人間か？いや、少し違うようだな。え、違わない。はい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、まあ、前回このね、アレフガルドレキテ、これを読んで、ここから南の場所に、魔物の城があるということで、十分に準備をしていけと書いていたので、私はこう、大金槌、石の剣、鋼の剣と、まあいろいろと武器を揃えて、強化をしたのだけれど、どうだろう。魔物の城とか、うわ、ちょっと待って、なんか現れたよ。魔物の城に行く前にここでやられたりとかせんよね。あ、え、なに？一発じゃねえか。なんかわらわら来るけど。ん？なに？初めて皮袋を手に入れた。やったー、なんか知らんけど。イェーイ。お、やったー。初めて整えた布を手に入れた。タペストリー。模様が織り上げられた壁飾り。大きなタペストリー。美しい模様が見事な壁飾り。おー、やったー。しかもなんか宝箱現れた。石。なんかとりあえずここ浄化しといてあげようか。なんかきっと昔、人間がいたのであろうという痕跡がいろいろ残ってるから、そういう場所はちょっとこういう風に綺麗にしといてあげたい。っていうちょっとした気持ち。一応ね、私、拠点の中にもすでに、調理用焚き火とかいろいろ置いて、作れる状態には、いろんなものを作れる状態にはしてあるんやけど、お、あっこなんか炎がめっちゃゆらゆらしよる。あっこかな？魔物の城。いけるかな？魔物の城とかさ、こんな初期段階から行く場所じゃなくね？なんかめっちゃ何これ、溶岩かな？とりあえずちょっと、どう行けばいいんだ？え、でも入り口はあそこじゃね？よね、多分。いけるんかな？お、あ、え、なに？普通に行けたんですけど。なんだそれ。そこにいるのは誰だ？お前はまさか、人間か？いや、少し違うようだな。え、違わない。そんなことはどうでもいい。お前のようなものがここに何のようだ。どうでもよくないよ。ここに来て衝撃の事実。まさか希望の旗を取り戻しに来たのだと冗談を言いに来たのではあるまいな。命が惜しいならとっとと立ち去れ。もし命を捨てたいならすぐに入ってくるんだな。キャッハ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 。何を言って、城内の敵を倒せ。11。え、めっちゃおるやん。やばないそれ。いけるこれで。一応鋼の剣にしとるけどさ。あ、来た。あー来た。あ、でも骸骨や。あ、外の骸骨と違うんか。なるほど、一発ではやっつけれない。さすがに。まあ、そんな弱いやつが物の後ろにおったりはせんか。しかも最初の部分におるって多分さ、こう、来た敵を追い払う役割みたいな感じやと思うけん。そんな弱いやつを、兵士代わりに、したりはせんよね。こいつら2回連続で攻撃してくる。やべえ。はい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 。お、いったー、やったね。今43とか。すげえダメージ。イェーイ。お、なんだ。一匹だけなんか、テーブルに向かって。あのテーブルもらおうっと。後から。こいつやっつけたら。やばいやばい。はいはいはい。向こうからのダメージもやばいな、結構。回復。お、今なんかめっちゃ隙が。何今の回復？回復かなんか知らんけどさ。今、隙がすごかったよ。洋式のテーブルゲットー。そしてこれも欲しい。壁掛け松明も、あーやべえ。無駄遣い。壁掛け松明持ってなかったんよね。お、宝箱。鉄のインゴットか。ちょ、鋼の剣に変えとこ。弱い武器で言ったらね。最初からこういう強い敵がおるけん。お、宝箱。これは？お、ベンチ、やったね。まさかの宝箱の中からベンチゲット。んで？ここは、戻ってきたんか。ってことは、次はもう上に行けということだね。上に、上に。登ってすぐに敵はおらんか。
よかった。あ、でも何キウってあるよ。ああ、おったおったおった。そういう曲がり角に潜むのやめようよ。見にくいからさ。はい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 。危ない危ない危ない。あ、やばい。二回目を待たずに攻撃してしまった。はいはい。よし。攻撃した後しばらくちょっと隙が。またあのなんか回復みたいなのしてくれんかな。回復なんかどうか知らんけど。でもとりあえず隙が生まれる。やばい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 。見えんかったぞ姿が。ね、暗すぎて見えんかったね姿。やばいやばい。ちょ待って回復する。傷薬。はい、オッケー。はい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 。いや、いける。あ、ダメ。いけん。いけん。よし。あ、よっしゃ、いった。あ、なにピコンって言った。どこピコンって。え中あ、中や。扉壊れたよ。初めて魔法の扉を手に入れた。こいつ出てこれんのまさか。出てこれんっぽいね。ってことは、ここを利用して、やっつけると。ほい。ほらほらほら。ここを利用して、シャシャシャっと。さあ、来いよ。お、すげえダメージ。やったね。おっしゃー、やっつけた。初めて牢屋の扉を手に入れた。お、宝箱。なんで牢屋の扉とか持ち歩いとんやろ。毛皮ゲットー。で、お、外。え、外に出てしまった。ちょっと待って、とりあえず。外に出てもな。とりあえず戻ろうか。こっちに、階段あったよね。あったあった。よし。え、やば。なんか2匹おるんやけど。はいはいはい。1匹おいで1匹。1匹しか多分こっちに気づいてないけん。来い。え、来ないんすけど。1匹おいで。うわ。やば。おー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 。来い来い。こっちだよこっち。あ、2匹とも来そうな気がする。2匹とも来られたらちょっとやばいんだけど。おーおー。あ、来た来た来た。お、一匹だけや。オッケー、オッケー。いいよ、いいよ。一匹だけなら全然いいよ。よし。一匹ずつやっつけさせてくれたらね。やばいやばい、全然当たってなかった。ちょ、回復。おし。気絶してないじゃないか。何それ、何その騙し。ダメだよ、そういうの。はい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 。よし。多分、あと一回気絶してくれたらいける気がするんだ。よし。あ、ここさっき君の仲間がやられたところじゃないか。おっしゃー、行ったー。あと一匹。じゃあ、あと一匹はちょっと上でやっつけようか。ん？いない？あ、おったおった。見えんかった一瞬。来い。あの辺なんか松明壊れとんかな？ぽいよね。ほら、この辺なんかめっちゃ色々壊れとん。扉があったね。これは壊れてないんか。これは？あー、なんか来そう。なになになに？なにそれ？上？そこ？そこ？上で気絶されても困るんですけど。はい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 。あー、ダメだ。なんか初めてドラゴンの柱を手に入れた。え？骨にも引っかかるの？どういう状況？骨に引っかかるって、ダサくね？石ころにつまずいたみたいな感じじゃないそれ。おっしゃ、行った。オッケー。あ、宝箱ある。え、開けれんのやけど。もしかして全部のモンスター倒さんといかんってことかな。ちょ、扉があるけん行ってみよう。ん？速攻で目の前に階段現れたんやけど。怪しくね、ここ。お、扉。扉。暗っ。え、なになになに？ちょ、待って、ちょ、待って、怖い、怖い、怖い。あ、超落ちた、超落ちた。ものすごい落ちた。え、めっちゃドスドス言ってますけど。なんか、頭上から超ドスドスいう音聞こえてきましたけど。うわー、やべ。なに、どこが壊された？え、壊されたの、今。え、扉かな、もしかして壊されたん。え、恐ろしい。あー、扉壊れとる。そこの壁は壊れんよね。
あの壁は壊れんよね。え、怖い。もしや魔導士入ってくる。さっきなんか魔導士っぽい影が見えたんだ、一瞬。あ、いやー。やばいやばいやばい。それ2段階で。トロルからの攻撃プラス落ちるダメージって死ぬから。てか、とりあえず超暗いんだよね。超暗いんだよね。うお、やばい。休みたいんだけど。休む場所なんかまああるわけがないんやけどさ。やべえ、ちょっと待って。とりあえずちょっと、外に出て。外に出てって言っても外に出てすることないんよね。え、だって、え、もしかしてあの3匹を合わせての、この、11匹ってこと？無理だろう。ちょっと待ってね。あー、おる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 。やべえ、おる。ちょっと待って。魔導士から先にやっつけるね、私。じゃ、魔導士から先にやっつけるって言ってるじゃないか。はい、君。まず最初に君が。おっしゃ、オッケー。いったいったいった。次。次こいつ。次こいつ。おっしゃ、いった。やばくね、私。やべえ。うん、やばいよ。自分からトロルに近づいていくとかやばいよ、私。よし。体力回復。あ、やばいやばいやばい。体力回復、よし。一応連続で攻撃を。当てられるときにちゃんと攻撃を。はい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 。あ、やばい。あ、でもそんなに攻撃強くないんかな。いや、強いよ。さっき当たったとき14いったもん。今の段階で14は結構きついよ。なんかゲットした。ボロ布か？やばいやばい。ちょっと待って、回復回復。よし。あ、これは、力を貯めちゃダメだよ。いやー、不気味なドアップが。トロルが力を貯めた時の攻撃はちょっと、絶対に受けちゃダメだと思うんだ、私。あー、やばいやばい。おー、何それ。え、何それ、突き出し？うわー、なんか威嚇的な感じですか。やばいね、ちょっと一旦、回復回復。あとちょっと、あとちょっと、あー、やばい、やばいやばいやばい。今、終わったと思った。一瞬ちょっと違う意味で終わったって思った。怖いよー。おっしゃ、やった。魔物を倒し、宝箱が解放された。やった。宝箱ってあの、下の階のやつよね、多分。おし。これで、あ、やばい、焼かれる。これで、ん？なんだ？お、旗！あゆなよ、よくやりました。希望の旗を取り戻したのですね。その旗をラルトームの城の跡地に建てるのです。そこからがラルトーム復興の始まりであり、あなたの役割はもうすぐ終わることでしょう。希望の旗を手に入れた。もうすぐ役割が終わるってなんか死ぬみたいな。こっちは？何これ？初めて鋼のグリーブを手に入れた。ん？鋼のグリーブ？グリーブってあれじゃない？なんかメルキドグリーブ的な強さじゃない？装備。衝撃から足を守る鋼の靴。落下時のダメージを半分にする。半分か。メルキドグリーブは、ゼロにするやったのね。まあでも半分でも、身につけないよりはマシなのかな。どこで行ったらいいんやっけ？こっちか。ああ、ルーラが欲しいよ。もうモンスタージョーカー3しよったら、すごくルーラがありがたいと思った。ねえ、こっちと全然違う。お、もうすっかり明るいよ。こっちの方向から来たよね、私。これで、希望の旗がゲットできた。これでやっと、拠点が守られるんかな？聖なる力みたいな。まあ、でも、拠点に旗を立てとったところで、いつも魔物は乗り込んできてたけどね。何のための旗かはよくわからんけど。あ、でもとりあえず、あれよね。拠点の場所はこれから旗を立てたら、地図でちゃんと確認できるようになるってことか。あ、それなら結構便利かもしれん。ん？これか。今んとことりあえず、あの、拠点の周辺を、緑にしとるけん分かりやすいよね。ここなんかちゃんと入り口みたいになっとんや。よし。ということで、
これだね。はい。おー、すげえ、光が。暖かい光が溢れ出した。あゆなよ、よくやりましたね。そこがこの地でのあなたの拠点となるでしょう。あなたには物を作る力を持つ者として、そこで果たさねばならない使命があります。その一つは、王都ララゾームの再建。そしてもう一つは、失われた伝説の武器や防具、そして竜王を倒すための道具を新たに作り、この世界を闇に覆われる前の状態に戻すことです。そうすれば、あなたの隙間は終わり、やがてアレフガルドは復活することでしょう。アユナ、念のためもう一度言っておきます。あなたは竜王を倒す勇者ではありません。そのことは忘れないでくださいね。すべては精霊の導きのままに。でも今まで散々戦わされてきたけどね、ボスとかと。じゃあ、とりあえずここで、え、なんかめっちゃ来たんですけど。え、なんかめっちゃ来たよ。てか誰君？君は誰？後の二人はわかるさ。おお、なんて眩しい光だろうか。そしてあのお姿は、まさか姫様。兵士かな。それで、お前は一体誰だ。随分と緊張感のない顔をしているが。うるさい、いきなりタメ口でお前か。ん？ビルダーだと？ほう、失われたものを作る力を持つ存在なのか。すまない。私は竜王の呪いで石になっていたのだ。最近のことはわからない。ビルダーというのはつまり、戦士ではなく、言うならば大工や鍛冶屋のような存在なのだな。は、なんか急激にお安い感じに。わっはっは、安心したぞ。お前のようなものが竜王を倒すならと、よまよいことを言い出さなくて。私はかつてのララトームの兵士、ラスタンだ。よろしく頼むぞ。しかし、では誰が竜王を倒すのだろうか。まさか、この私が。いや、そんな。何を言っているんだ。おー、びっくりした。バシャン。おお、おお、光とはかように眩しいものか。松明とは違う。なんと優しく美しい。おお、それにどうであろう。頭にかかっていたもやも晴れるかのようじゃ。これで預言者として、そなたを正しき道へと導くこともできるじゃろう。助かったぞ、アユナ。そなたを長い間待っていてよかった。本当に？長い間待ったのにこんなぼやけた顔のやつが、とか言わない？さあ、アユナ。まずは失われた建物を築き、ラートームを復活させようぞ。そして、竜王討伐に必要な武器や道具を、共に作り出していこうではないか。それこそが、ソルタがルビスに与えられた、ビルダーとしての役割なのじゃからな。竜王は本当に倒さなくていいのかい、私。おう、なんと暖かい光でしょうか。そしてこの場所も、なんだかとても懐かしい。アイナ様、このララトーム城の跡地に、光をもたらしていただき、ありがとうございます。いえいえ。この地に、王とララトームを再建すること。それこそが、ルビスにものづくりの力を与えられた、ビルダーとしての、あなたのお役目と聞いています。もちろん私も協力します。共に新しいララトームを作り上げましょう。そうでした。これをあなたに差し上げます。どうかララトームの再建にお役立てくださいね。力の指輪を手に入れた。お、やったね。ありがとう。てか何なの？どこから鍵つけてここに来た？まあいいけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかそっか、これからいろんな建物を作るって言ったね。なんか全員びっくりマークが出たけど、まあ誰から受けていくのか、また次回やね。